どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが、 2月9日日の木曜日なんですけれども今回の動画は今シーズン14年目の原口選手について原口選手は今シーズン再び外野に挑戦するとこのように語っていましたがここまでのキャンプを見てるとシートノックで外野に入ってる姿が見られませんこれはあくまで現時点の方針かもしれませんがバッティングで素晴らしいアピールが続く中今シーズンの原口選手の起用法がなかなか読めませんそういった中で原口選手を取り巻く最新事情この点について深掘りしていきますよかったらぜひとも皆さんのご意見というのもお聞かせくださいでは早速お話し ししててて。いいいきまますす。が、今今回ご紹介していくののは、はシーズン14年目原原口選手について原口選選手手ににつ月歳を迎えますタイガースの中でももう年長者もう立場的にかなりね上の選手になるわけなんですけれども昨シーズンの原口選手は33試合に出場して71打数23安打打率が3割2分4厘ホームラン2本10打点出塁率が3割9分 OPS が8に7得点圏打率が2割7分3厘ということで出だしは結構苦しい打席内容が続いていたんですが打席を重ねていく中で特に最終 中盤ですよね本当に原口選手がいいななければどううっていたんだろうとそういううう展開といいのはたたくさんありましたそういった中でこれまでとはまた違った魅力を見せてくれていたんですが、原口選手は今シーズンに向けて再度外野挑戦を明言。それは自らの出場機会を増やすというのもそうですし、岡田監督が就任から早々と、大山選手、佐藤選手はファースト、サードで固定するということを語った。ですので原口選手からすれば、レギュラーを目指していくには、やはり外野にね、挑戦するしかないという流れにもなったと。で原口選手はオフの段階から赤星さんが臨時 コーチチででで来ててててくくれるこここととととについいいいいんなななななャンスははなかなかないののだけではなく外野守備のこともぜひ聞いてみたいと思っていますとそしてキャンプ前の先乗り自主トレでは近本選手と一緒に外野フライの練習をするなどいろんな動きを見せていました、まあ、ですので我々タイガースファンとしても原口選手が今シーズンどのポジションで勝負をかけていくのか注目度が高まっていたとでそういった中で迎えたキャンプ初日まず原口選手がどのポジションでノックを受けるのか個人的に注目していたんですが外野を見渡しても原口選手の姿はなく一番最初にノックを受けていたのはファースト のポジションでしたでそこからどんどんキャンプも消化されていく中でいつ原口選手が外野を守るのか個人的にずっとね注目していたんですけれども現在に至るまで原口選手がシートノックで外野に入っている姿はありませんでまずこの流れに至っている主な理由とすれば単純に外野種の人数が多いこれはあると思います、まあ、これまでシートノックを見てるとレフトセンターライトそれぞれのポジションに少なくとも3人は配置されていますそしてここまでのシートノックを見てると上田選手であったり熊谷選手、まあ、本来は内野の選手なんですが岡田監督がユーティリティィリ すでに一軍当確とも取れる選手が外野に入ったりもしてるんで、さらに外野手の人数が多くなっていると。そしてもう一つは、ファーストでノックを受けている選手の数が少ないことですね。まあ、大山選手は当然なんですが、去年のね、春のキャンプを見てると、まあ、本来外野手の小野寺選手がファーストに入っていたり、そして今年で言うと、板山選手が外野でノックを受けた後、ファーストに入ったりと、こういう流れもあるわけなんですが、それでも外野のシートノックが行われている際、ファーストがね、カットプレイに入ったりという形もあるんで、まあ、そうなってくると、大山選手一人ではちょっとしんどいですから、まあ、そういう流 流れも含めて原口選手がファーストでね最初からノックに入ってるという理由もあるのかなと、まあ、まだキャンプの日数も残されてますし現時点で原口選手の外野起用が完全になくなってる、まあ、これをね考察しきるのは難しいかもしれませんが、まあ、今年のシートノック見てるととにかく徹底されてるのが外野手がカットまで返すことこれはどれだけ近い距離の送球だったとしてもカットまで返すそしてそのカットマンがベースに投げるこの流れは徹底されています、まあ、ですのでシートノックで外野に入っていないと、まあ、いきなりね外野手としてささあ動きなさい今年はカットまで徹底して ますよとこれをいきなり実践するのは難しい流れもあるんじゃないかなということで、まあ、個人的に原口選手がこれからね外野のシートノックに入ることがあるのかも注目したいなと思っていますでそういった中で今後原口選手の守備位置もそうなんですがやはり我々タイガースファンとしても期待したいのはバッティングですでここまであまり原口選手の打撃状態がピックアップされることはないんですが2月7日そして本日に行われたシートバッティング合計原口選手は実践で4打席立ってるんですがそれぞれの打席内容めちゃくちゃいいんですねもちろん最初のシートバッティングではノイジー 選手とミエセ選手そして今日のシートバッティングでは佐藤選手がホームラン打ったりこういったド派手な一発というのはしっかり紙面に乗ってかなり注目される流れではあるんですけれども原口選手の4打席の内容めちゃくちゃいいんですねというのも実戦初打席左の変速派岩田投手との対戦でしたが結果はセンターへの大飛球アウトにはなりましたけれどもすごくいい捉え方をしていましたそして2打席目ノイジー選手とミエセ選手がホームラン打った後対桐��投手との対戦でしたがこちらもレフトフライ非常にいい当たりでしたですので初日のシートバッティングはそれ それボンとという結果ででははありますが打席内容は非常に良かったとで本日行われた2度目のシートバッティングまず1打席目は大竹投手との対戦になりましたが低めのストレートをしっかり捉えてレフト前そして2打席目は湯浅投手との対戦でしたがストレートをしっかり捉えてレフト線へのツーベースですので2度目のシートバッティングでは2打数2安打ということで当たりだけではなくしっかり結果も出てるということで打撃の状態は間違いなくいいですですのでここまで原口選手のキャンプでの流れそして打撃状態というところをご紹介してきましたが、まあ、やはり外野も守っていない そしてファーストは大山選手で完全固定という風になってくると気になるのは原口選手の今シーズンの起用法で原口選手といえばこれまでスタメンで結果を出すというところもそうですが代打でもバシッと数字を出してきた選手で今シーズンのタイガースを取り巻く全体的な代打事情について岡田監督は以前代打の切り札というのは最初から考えていない大体代打の神様っていうのはチームが弱い時の選手やから負けてる時に出るやつでしょだから代打要因なんかは俺は最初から考えていないよとこのように語っていましたまあこの辺は正直現段階で考える ところろじゃなないいかなってててうののはありますよねも、まあ、もちろんどの選手もスタメンをを目指ししアピールをしてるわけですしですので、この辺は今後のアピール、そして守備位置というところもね、いろいろ関係してくるかなというところなんですが、まず去年のタイガースの代打陣の成績というのを見ていくと、去年タイガースはチーム全体で代打打率2割4分を残しました。で、ちなみにこの代打,打率2割4分というのは、セ・リーグの中でトップの数字なんですね。で、その数字の詳しい中身を見ていくと、昨シーズンタイガースで最も代打起用されたのはロハス選手。打打での打数は はは本なんで代打率は1割8分9人そして、2位の高山選手は27打数8安打、打率が2割9分6人。で、3位のヨーカー選手がすごかったんですよね。20打数8安打で打率が4割。そして、4位の山本選手が16打数、そして、5位の北条選手が15打数という結果なんですが、皆さん、この5選手の名前を見ていただいてわかる通り、1位のロハス選手、3位のヨーカー選手はもうタイガースにいませんし、4位の山本選手、北条選手は現状キャンプ2軍スタート。そして、2位の高山選手は秋の段階で、岡田監督から高い評価 受けていましたがまあ、現状なかなかね名前が上がりづらくなってるということでもしかしたら今シーズン代打起用される選手の名前はガラッと変わるそういう可能性があるかもしれませんでそういった中でもう一度話を原口選手に戻しますが去年原口選手は代打で12打数立ってヒットは4本打率が3割3分3輪ということでさすがの数字ですですので去年は代打でもそしてスタメンでも原口選手らしさを見せてくれたんですがやはり原口選手が代打で爆発的な数字を出したのは2018年ですよねというのもこの年のタイガースチーム全体 の代打打率は脅威の2割6分1輪でしたでこの年2位のチーム代打打率が2割2分2輪だったんでいかにタイガースの数字がズバ抜けてるかということが分かりますでこの年の詳しい中身を見ていくとやはり1位の原口選手の数字がズバ抜けています代打で57打数あってヒットは脅威の23本そして代打打率は4割0分4輪ありましたいや代打で4割ってちょっと考えられませんよ僕自身の話で恐縮ではありますが代打の経験何度かあります、まあ、ですが頭の準備もそうですし体の準備とにかく調整が難しい で、しかも原口選手の場合は代打の切り札という立場でしたから試合終盤緊張する場面というのはもちろん相手ピッチャーのレベルも非常に高いですのでこういう環境下で4割というのは数字以上の凄さがあるかなというふうに感じましたで、ちなみにこの年原口選手が代打で打ったシーズン23安打というのは右バッターとしては球団最多記録で左バッターを含めても NPB 歴代3位の記録ですのでいかに原口選手が代打として数字を出してきたかで、そういった経験が実ってね昨シーズンスタメンとしてもバシッと数字を出したということで我々 タイガースパンとしても原口選手の起用法というのは本当に気に気なりますということで最後になりますが、昨シーズンの原口選手はスタメンとしてまた違った魅力を見せてくれたんじゃないかなというふうに感じるんです。まあこのことに関しては以前からね、何度か動画内で触れておりますが、去年の原口選手1試合3打席4打席立つ中で大人の打席といいますか、前のバッターが浅いカウントでポンポンとアウトになったから自分はできるだけボールを見ていこうとか逆にフォアボールの後で自分にチャンスが巡ってきてここは絶対にストライク欲しいだろうとだからこそ早いカウントで仕掛けに行くんだっていう ねこういう打席ごとの考えといいますか若い選手が多い中原口選手は一歩引いた状態で打線全体をね見れていたのかなというふうに去年感じたんですまあ、ですのでこのように特殊な存在といいますかタイガース打線の中でも唯一無二な存在だからこそ原口選手の起用法は気になる、まあ、冒頭でもご紹介した通りここまでの原口選手を見てると外野でシートノックに入るという流れはありません、まあ、今年はとにかくカットまで返す、まあ、丁寧にね一球一球シートノックを行っているからこそもしかしたら原口選手を外野で起用するという構想は現状 岡田監督の頭にはないのかなという考えにもなったりしますですがまだまだキャンプの日数は残されてますし今後原口選手が外野に入ってまた違った形でアピールしていくこういう流れもあるかもしれないんで、まあ、打撃の状態は間違いなくいいです、まあ、だからこそ今後原口選手がどういうねキャンプを送っていくのか個人的に注目しながら見ていきたいなと思いますはいということで今回の動画ではここまでの原口選手のキャンプでの流れや打撃の状態についてそして今シーズンの起用法について感じることこの点についてご紹介されていただきましたまあ、現状あまり報道されたりはし していませんが原口選手の打撃状態めちゃくちゃいいですよまあ、アウトになったとしても打席内容が非常にいいこれはもう去年から続いていることです、まあ、ですので今シーズン原口選手が一体どういう起用法になっていくのか個人的に引き続き注目しながら見ていきたいなと思います皆さんは今シーズンの原口選手の起用法についてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しい� 皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者3万9200人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます次は目指せチャンネル登録者4万人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう毎日ドラホーありがとうございました今シーズン早くも14年目タイガースの中では最年長者です今シーズン原口選手がどんな起用法になるのか注目しながら見ていきましょうではまた